ジョージ・ハワード・ダーウィンは、イギリスの天文学者、数学者である。チャールズ・ダーウィンの二番目の息子である。ケンブリッジ大学のチャールズ・プリチャードのもとで学んだ後、トリニティ・カレッジに移りエドワード・ラウスの指導を受けた。1868年に、数学で優れた成績を収めて卒業した。その後大学の研究員の地位を得た。1872年に弁護士資格を得たが、 天文学の分野に戻った。1879年に王立協会フェローに選出され、1883年にケンブリッジ大学のトーマス・プルームを記念して設けられた天文学と数学的哲学を担当するプルミアン教授職の職についた。これはケンブリッジ大学における天文学の最も重要な二つの教授職の一つである。 1891年にベーカリアンメダル、1884年にロイヤルメダル、1892年に王立天文学会ゴールドメダルを受賞し、1899年には王立天文学会の会長に選任されている。1911年にはコプリメダルを受賞した。彼は、長汐論、天体形状論、三体問題の周期軌道計算などの分野で、 多くの業績を残している。1898年の著書、潮汐論では、月の起源に関して、月は太陽による共鳴潮汐のため地球から分離生成し、自転周期と光転周期が同一となったと主張した。1964年にケンブリッジ大学に彼の名を冠したカレッジが新設された。これは、ケンブリッジの物理学部長を務めていた時代の邸宅が、 カレッジの校舎となったためである。フィラデルフィア出身のマルタデュピュイと結婚し、二人の息子と二人の娘に恵まれた。ありがとうございます。